耳が聞こえない、体が不自由、そして加えて知能障害という重い様々な障害を持った人がいます。このような人々への福祉が立ち遅れる中で、重い障害を持つ人々が社会人として生き生きと働き、生活できる場所として共同作業所を作り、社会福祉法人化された生活労働施設づくりの運動は、今や嬉しいことに良縁の火のごとく全国に広がりつつあります。ああ、そうね、柱がいっぱい立ったね。もうすぐ出来上がるよ。みんなでここで暮らすのよ。おめでとう、田崎さん。女の子ですよ。赤ちゃん。大丈夫ですよ。今 NICU で手当てしてますから。少し休んだら病室に移りましょうね。仮死状態でしたが、羊水吸引と酸素吸入で蘇生して泣き声が出ました。心音はしっかりしていますが、詳しいことはもう少し検査しないと何とも申せません。Thank you.
ったらうちの中が。やだ、鍵かけてなかったの？そうみたい。申し訳ありません。庭で水遊びさせてたんですけど、ちょっと目を離してしまって。結構。ああ、破った障子は後で。いえ、いいんですよ、あれくらい。結構ダメよ、静かに。すいません、失礼します。ほら、結構。あのお子さん、どこかお悪いの？あなた、引っ越してきたばかりで知らないわね。あの子、恵子ちゃんって言うんだけど、障害児なのよ。生まれつき耳が聞こえない上にね、知恵遅れもあるんですって。目を離すとうろついて、迷子になって大変なの。大変よね、田崎さんも。まだ若いのにね。ケイコ、閉じ込められたケイコは怒っておならどりのような声を上げて私につかみかかってくる。私は黙ってされるがままにしている。これが私たちだ、私たち親子だ。あの日まで私たちは普通の幸せな家族だった。夫も周りの人たちも恵子の誕生を心から喜んでくれた。あくびをしてもかわいい、げっぷをしてもかわいい。恵子は笑いと喜びに包まれていた。そして3ヶ月、6ヶ月、1年、ミルクの飲みが悪い。50cc を飲むのに1時間もかかり、疲れて寝入ってしまうこともある。発育が悪く、首は半年くらい座らない。1歳8ヶ月でようやく歩けるようになるが、言葉らしきものは出ない。夫が稽古をあやす、抱っこする。しかし目線は合わず、ニコリとはするが、感情が伴っていないような気がする。そういえば、この子は心から笑うということがない。人形のようにおとなしく座って、一人でブロック遊びに夢中になっている。そして飽きると、ゴロゴロ寝転がっている。大きい病院できちんと見てもらった方がいいんじゃないかな。なんだか違うよ。恵子は他の子と違う。そしてその日を迎えた。風の強い日だった。恵子は2歳3ヶ月になっていた。この子は耳が聞こえていませんね。え？
まだ小さいから確定的なことは言えませんが、多分知的障害もあるようです。言葉を喋れるようにならないし、読み書きもできるようにはならないでしょう。つまりですね、耳が聞こえないということは、お母さんの言葉が入らないということです。ですから、言葉を覚えることができない。喋ることもできません。知的障害があるとすると、知能もよくて4歳程度以上には成長しないでしょう。こういうお子さんは普通の学校には行けません。ろう学校の重複学級に入れるしかないんですが、早めに教育相談を受けた方がいいでしょう。そして私たちは何の手立てもないまま、今日まで恵子との苦しい日々を送るしかなかった。それでね、恵子ちゃん、田崎さん、今日も大変だったのよ。恵子ちゃん、早川さん家に上がり込んで、どうしたんだ、涼子。電気もつけないで。今日早川さんの家に裸で上がり込んだのよ。聞いたよ、今そこで。ちょっと目を離すとどこへでも行ってしまうから。疲れた、今日は。今会社大変なんだ。俺だけ定時に帰るわけにもいかないし。疲れたわ、私も。うんこだよ。泣いてどうする。泣いて、これが家庭か。毎日働いて帰ってくる俺の家庭か。うんこだよ。あなたがやればいいわ。やってみればいいわ。一度くらいきちんと稽古と向き合えばいいわ。あなたは仕事仕事って稽古とちっとも向き合おうとしないじゃない。そうよ、これが家庭よ。これが私たちの家よ。聞こえない、喋れない、食事もトイレも自分ではできない。
いろいろなことができないだけじゃない。この子は私たちを追い詰め困らせる存在なのだ。もう長い間夫とまともな会話がない。もう限界だ。自分の中から人間らしい感情が失われていくような気がする。ケイコ！ケイコ！ケイコ！ちょっとあんた、これ何とかしなさいよ。ケイコ！この親子は。エコ！エラちゃん、普通じゃないのよ、あの子。そうだ、この子は普通じゃない。誰がどんなに努力しても普通にはなれない。そのことが私を苦しめ、この子は私から当たり前の生活を奪っている。私にだけこんな子が生まれたんだろう。なぜ、なぜ、なぜ。ごめんね、恵子。ごめんね。喘息の発作だ。恵子は苦しそうにあえいで私に抗議する。それは物言えぬ恵子の抗議のように聞こえる。この子は私を見抜いている。できることならこの子の母親であることから逃げたいと願っている私を、心の底でそう願っている私を。恵子！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 はい、どいて。こうしてください。奥さん、しっかり頑張るのよ、恵子ちゃん。どこ行ってたの？恵子ちゃん大変なのよ。早く車に乗って。ご主人ですか？急いでください。出発しますよ。お母さん、病院に着くまで大きな声で名前を呼んであげてください。呼吸困難で意識を失いかけてますから。どうしました、お母さん、早く。聞こえないのだ、呼んでも。この子は耳が聞こえないのだ。恵子ちゃん！田崎恵子ちゃん！恵子ちゃん！恵子ちゃん！頑張れ、恵子！頑張るんだ！恵子！頑張れ！恵子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 ！弱く愚かな私たちに
この子は訴えている。小さな体に大きな荷物を背負ったこの子は私たちに示そうとしている。生きているんだ、精一杯生きようとしているんだと。ケイコ、生きてほしい。ケイコ、助かってほしい。生きたい、あなたと一緒に生きたい。そしてこの日が恵子と私たちの新たな出会いだったような気がします。4歳になった恵子は老学校の幼稚部に通うようになった。あら、恵子ちゃん、今日はお父さんと一緒？ええ、久しぶりに休みが取れたんで。老重複児のクラスではどの子にも母親が付き添っている。では朝の会を始めます。子供たちはオルガンの音を補聴器でかすかに拾い先生に習う。遊びましょう。清くん、清くん、先生の方を見るのよ。清、清、はい、いいよ、座っていいよ、きよしくん。きよし、座るのよ。きよし、きよしくん、ダメよ。きよし、きよしくん。うわ、漏らしたのか、けいこ、ダメだよ。聞くこと、喋ること、読み書き、食事、排泄、そんな当たり前のことがこの子らにはできない。4歳児といってもまだ発達年齢は 1,2 歳だろうか。あら、恵子ちゃんにお父さん。どうも。いや、清くん、何をしてるのかな。変な子なんですよ。石を集めるのがとにかく好きでね。ああやって並べなきゃ気が済まないらしいの。
そうって思わないのかしらね。死にかかった虫とか蜘蛛の巣にかかった蝶々とかをああしてじっと眺めてるんですよ。私この子のことがちっともわからない。自分の子供なのに何を思ってるのか感じてるのか全然。顔をかきむしる自傷行為も石に固執するのもあの子やっぱり自閉症かな。でもあの子の場合障害が重なってるからはっきり自閉症だとは言えないらしいわよ。大きくなって情緒が安定すれば収まることもあるんだって。そうだといいな。清志くんのお母さんなんだかかわいそうだったよ。清志くんのうちはパン屋さんをやってるのか。ええ、だからお店のことを考えて清志くんはあんまり外へ出さないの。清志くんの上に小学生のお姉さんがいるんだけど、お母さんが一人で清志くんの面倒を見てるみたい。ある日清志くんが店中のパンを石に並べ替えてしまったんですって。お父さん清志くんをひどく叩いたそうよ。それ以来お父さんは清志くんの将来に希望が持てなくなってしまったんですって。老学校で何度か会ったことがあるけど、いつもニコニコしていてよく気がつく人でね。とってもいいお父さんだったのに。みんな大変なんだな。清志くんのお母さんなんだか自分一人で罪を背負ってるような顔をしてたよ。罪か、そんなんじゃないのにね。お姉ちゃんちょっと清志見ててね。お母さんお昼の用意するから。聞いてるの見つかったら。聞いてるわよ。じゃあ頼んだわよ。あ、キヨシだ。キヨシがいるぞ。何やってんだよキヨシ。バカ、何やってんだよ。ほらキヨシ、お前牛が好きなんだな。分からせないでどうする。分からせるのが親の務めだろうが。さて清志、何度言ったら分かるんだ。やめて。お前やめてください。清志を叩かないでください。お母さんのバカ、何よ、いつもいつも清志の味方ばっかり。お父さんかわいそうじゃない。お母さん知ってるの、
近所の人たちが何て言ってるか知ってるの？清はトイレができない、よだれも垂らす、おしっこもうんこもどこでも垂れ流す、あそこのパンは汚い感じがするって、なんだか気持ち悪いって。それでもお父さんは毎日毎日パン焼くじゃない、お客さんにニコニコしてパン焼いてるじゃない、かわいそうよお父さん、かわいそうよ。キヨシ、次の日からキヨシ君とお母さんは学校に姿を見せなくなった。ダメよ、ケイコ、スプーン投げちゃん。スプーンでよそって食べるの。お母さん、いいですよ。あとは私がやりますから。ケイコはキヨシ君がいないので、一日中機嫌が悪い。この子はキヨシ君が好きなのだ。一人で食事ができないケイコに、先生が付き添ってくれる。先生はケイコに食事させようとするが、稽古は頑として受け付けない。感情を抑え何度も繰り返す先生にすまないような気持ちになる。あ、柏木さん。こんにちは、田崎さん。清志君、髪どうしたの？自分で抜いちゃうから短くしたの。清志ね、施設に入れようと思うの。この一週間ずっといろんなとこ見て回ってたの。何かあったの？施設って言っても昔と違って暗い感じじゃないのよ。綺麗だし、寮母さんも優しそうな人だった。ちょっと遠いけど月に 1,2 回は会いに行けると思うし。その方が清も家族も楽だと思うし。家族もって清君も家族じゃない。疲れたのよ。もう私疲れちゃったのよ。柏木さん、三つ子もお父さんも私も、もう限界なのよ。言えない。私何も言えない。私もそうだったもの。私も恵子のことをそんな風に思ってたもの。でも稽古を手放さないでよかったと思う。稽古がそばにいてくれてよかったと思う。田崎さん、あなたとてもいい人ね。私たちもっと話し合えばよかったわね。いろんなことをもっともっと話し合えばよかった。柏木さん、話そう。柏木さん、今からでも遅くない。もっと話そう。ダメなの、私もうダメなの。ダメじゃないわよ、柏木さん。清君も恵子も私もあなたもダメなんかじゃない。私も話したいの。あなたといろんなこと話したいのよ。恵子のこと、夫のこと、私のこと。あなたと恵子ちゃんだけが清に優しくしてくれた。柏木さん、柏木さん、清君を離さないで、遠くへやらないで。
苦しみばっかり見つめないで。清志くんは持ってるのよ。喜びを持ってるのよ。田崎さん、やったわよ。田崎さん、恵子ちゃんが、恵子ちゃんがやったわよ。はい、噛んで、あぐ、あぐ、あぐ。やったね、田崎さん。恵子。その日、恵子は初めて自分で食事をした。小さな手でスプーンをつかみ、嬉しそうに何度も何度も口へ運んだ。鈴木先生。はい。柏木さんが見えてます。施設に提出する書類の件だそうです。清志くん、やっぱり施設へ。どうもそうみたいね。清志を、清志を施設に入れるのがいけないとおっしゃるんですか。いいえ、そうじゃありません。落ち着いてください、お母さん。だってそうじゃないですか。私たちがどんな思いで決心したか。ご家庭の事情はよくわかります。でも清志くんはまだ4歳じゃないですか。焦らず根気よく指導すれば問題行動もなくなります。清志くんは今一番お母さんを必要としているんですよ。どうなるって言うんですか。私がいたらこの子がどうにかなるって言うんですか。どうにもなりゃしない。この子はわけのわからないことばっかりして、人様に迷惑をかけるばかりじゃないですか。そんな風に言っちゃ、清志くんがかわいそうじゃないですか。清志くんは耳も聞こえず、自分で喋って訴えることもできないんですよ。清志くんのすることは、たとえそれが問題行動であっても、すべて清志くんの言葉なんです。清志くんはそうやって訴えているんですよ。何を訴えてるって言うんですか。どこにでも石を並べて何を言ってるって言うんですか。どうやって分かるって言うんですか。先生たちはきれい事ばっかり言う。世間の人たちは汚らしいものを見るみたいに清志を見る。三つ子は毎朝学校に行く時間になるとゲーゲー吐いて登校拒否を起こすようになりました。夫は夜中眠りながらうなされて涙を流していました。夢の中でまで苦しんでいるんです。私たちは苦しいんですよ。毎日毎日が血へどを吐くほど苦しいんですよ。お母さん、あなたに何もしてやれなかったね。いっぱいあるだろうね。もしあんたが自由に喋れたら、私たちに言いたいことがいっぱいあるだろうね。清志、何か言ってよ。清志、一度だけでいいからお母さんに答えてよ。その電車が来たら遠いところに行っちゃおうか。あんたの好きだったおじいちゃんもいるよ。誰もあんたのこといじめないよ。キヨシ、鳥だよ。キヨシ、鳥さんが飛んでるのよ。
清志、あんた夕焼けを見てるの。その時、お母さんの目の高さに清志くんの並べた石があった。そしてお母さんは初めて理解した。清志くんは立ち止まってこの夕焼けを見ようとしたのだ。そして夕焼けがあまりにも美しいので、道端の石ころにもそれを見せようとしたのだ。清志くんのすることは全て言葉なんですよ。清志くんはそうやって訴えているんですよ。あの時も並べた石の向こうの死にかけたセミを見ていた。セミは羽をばたつかせて必死に飛ぼうとしていた。清志はセミに話しかけていたんだ。頑張れ頑張れって。この子はセミを励ましてたんだ。そうなのね、清志。お母さん分かったわよ。話してたのね。あんたはいろんなこと話してたのね。石にも、風にも、空にも。清志はどこへもやりません。この子、心の中にきれいなものをたくさん持ってるんです。そしていろいろなものに話しかけてます。私たちが聞こえないだけなんです。この子のことを諦めて聞こうとしないから。お母さんは清志くんに手を引かれて散歩する。ん？そして清志くんに話しかける。アリさんだよ、清志。スーパーでもお母さんは清志くんの聞こえない耳に話しかける。それはみかんよ、触ってごらん。冷たくて気持ちいいよ。近所の人たちに挨拶する。戸惑いながらも会釈が帰ってくる。金物屋のおばあちゃんが清志くんの頭を撫でてくれる。近所の人たちも一人二人と清志くんに声をかけてくるようになる。お母さんの笑顔、おばさんたちの笑顔、それまで自分に向けられていた怒った顔、しかめた顔、なじる顔、悲しい顔が笑顔に変わったことを感じる。わあ、綺麗なぶどう。これはね、田舎のおばあちゃんが送ってくれたのよ。うん。清志にもあげといで、2階にいるよ。はい。All right.
清し、ダメでしょ。そんなところに石並べちゃう。あ、もったいない。おいしい。清し、あんたどうしたんだ、みつこ。清し、清し、どうしたんだ、みつこ。清しが、清しが笑った。清しが笑った。初めて笑った。笑った、笑った。笑ったよ、母さん、早く早く。清しが笑った。笑ったぞ。清くんの笑顔を見たとき、お母さんは初めて清くんに許されたような気がした。私たちは子どもの障害だけを見つめ、それを重荷だと感じてきた。そして母親は笑顔を見せることができなくなり、父親は子どもから目をそらすようになる。その思いを子どもは感じ取り、悲しみに囲まれて暮らすようになり、やがて心を閉ざす。しかし、重い荷物を背負っていたのは子供でなく私たちだった。私たちの悲しみ、諦め、絶望、それこそが重い荷物だったのだ。